バイク屋の夕方という感じでございます。はい。今日どちらかというとね、午前中にいろいろね、ありまして、まあ、トロジャンを、この車。ありがとうございます。で、また次、面白いのがありましたら、っていうふうにね、おっしゃっていただきまして、ありがとうございます。まあ、一応ね、AG バイクですかね。いいですよね。で、まあ、なんとかもありますよねっていう話でね、ただそれ車検のありは、排気量的に日本だと車検のあるバイクだったので、作ってるんですよ。だから要は古いバイクを 今もね、日本で製造してそのまま海外に輸出している車両っていうのは結構あるんですけど、ただ日本だと車検があるので製造年で決まっちゃうんですよ、その規制が。ですから製造年が要は今2020年とか2019年製になってしまうと、いわゆる排ガスだとかなんとかとか、そういう保安基準的なものとかね、それが全てその基準に合ってなきゃいけない。となるとやっぱりこう昔のキャブ車だと通らないんですよ。厳しいですよね。でもちろんそれをインジェクション化してですね、やれなんだって言って、もしかしたらできるかもしれないね、かもしれないですけど、それで排ガスね、まあ、ガス検通し受けてね、でその検査証を出してもらって、でそれでもいけるんですかね。あと他にもいろんな細かいあれがありますよね。なんでそのあたりでやっぱり厳しい。まあ取るんだったら日本でほら普通に販売できるわけですから、難しいのかなと、思うとね。そうするとどうしても 250cc 以下のオートバイになる、車検がないやつですね。まあ、そのあたりだと、まあ、今また作ってるバイクがいっぱいありますんでね、はい、そういった中で、もしこれがいいなっていうのがありましたらね、そちらを輸入してみたいなね、ことも可能ではあるわけでございます。はい。あとはね、魅力的なオートバイ輸入会社の方から入れていただくね、そうすると台数まとめて入れると、なんかのおまけに持ってくるとかね、そういうんだと買いやすいんですけど、1台からだと、まあ、割高になるのは、まあ、ある程度仕方がないんですかね。そのあたりは、はい、ご了承いただく感じになってしまいますが、はい。さて、そんな感じでですね、あと、はい、まあ、あとバンバンはね、すぐ来たんで、やっぱりね、グリップさんはいいですよね。グリップさんはね、1個からでもね、送ってくれますから、すぐ。はい、送料がどうなのって言わないです。全部込みですから。素晴らしい。ね。いいですよね。はい、しかも、ヤマトさんを使ってくださるんで、朝一に出てきますよね。はい。そう、ヤマトのお姉さんがね、おはようございますって言って、ね、持ってこられて。なかなか、これが他のだと、すごい時間かかったりするんですよ。夕方とかね。で、この間もね、友人のバイク屋さんでこういて話をしてたら、ヤマトさんが来たんですよ。ヤマトさんって言わない方がいいですか、黒猫さん。いうことはブラックキャットさんが来たんですよ。で、午前中ね、早い、やっぱり違いますね、なんつって。いやー、飛脚はね、なんつって。とんでもない話ですね。ヤマトさんが言ったんじゃない、黒猫さんが言ったんじゃなくて、うちらがね、冗談ですからね。間違いないですよ。いやー、飛脚さんはね、なかなか来てくんない、つって。下手するとさ、持ってこない時あるんだよね、つって。いつの間にか持ち出しになってんのに、夕方あれ来ないなと思ったら不在持ち帰る。俺今日いたよ一日って配達しないでそのままあれになっちゃってる場合がある。過去であります。それはまずいですか、保険に関わる。あ、じゃあそれは損害賠償に問題になるよ、発展するよ、マジですかとなると、いやあったんですよ電話したんですよ、これ何でもって、あれ来ないんだけどって、ああすいませんって言われて、結局明日でいいですかね、ええと思ったんだけど、まあ今更どうしようもないから、じゃあいいやって言って、じゃあ明日って言ってありました。これはありましたから、別にそれを責めてるわけじゃないですよ。まあしょうがない、あったそういうことがね。冗談じゃないんだよね持ってこないよねつって苦笑いされてましたよ、はい、ブラキャットさんの配達の方はね、いや言ってました、うちはそんなことないですとか、そういう余計なこと言ってないです。ただ、あーはーはーっていつも帰ってくれました。はい、まあいろいろありますよね。で、まあバンバンをやらせていただいて、で代わりにこのズーマーがね来たんですよ。ブレーキランプつきっぱなしなの、消えない、これついてますよねっていうから、明るさから言ってついてますね。でとりあえずエンジン切って
オンにして、ね、だエンジンかけないでつきますかね、あついてる、あついあこれはもうブレーキ入ってますね、だブレーキ入れば触らなくてもセルボタンでエンジンかかる、当たり前ですよね、ブレーキスイッチ入っちゃってるからね、うん、そういうことですよ、うん、で見たところこっち側ですね、こっち側のやつがこうなんか引っ張られたんですかね、で要はこう出てってのをレバーで押してこうな、わかります、こうやって、えあんまり見栄えなんかそういうなんかこう入ったり出たりするのは良くないぞ、あのブレーキスイッチですよこれ、ブレーキスイッチね、こういう風になってるのを、要は普段はブレーキレバー離してると押されてこうなってるんですよ、でスイッチが入ってない、ブレーキレバーを握った瞬間にこう止まってるのがなくなるんでピュッて出るんですよね、でブレーキスイッチが入るんですよ、それがこの配線ごとなんかブチッて引きなんか抜けてるんですよ、キブは止まってんだけど、当たり前ですよ、こっちから入れてるんでね、引き抜かれちゃう、それでもうこんな感じになっちゃってて、それでブレーキスイッチなの押しても全然入る気がないんで、もう壊れちゃってるんですね、うん、だからそこの部分を部品交換するしかないですねっていうことで、はい、それでちょっとお預かり、あとオイル交換ですかね、うん、うん、オイル交換もね一緒にっていうことで、うん、このズーマーはね距離走ってるんですけどエンジンいいですよ、クランクケース、あのクランクベアリングダメになってない、うん、これはいい、4万キロだもん、39,000キロ、すごいわ、でクランクベアリング、クランクいってないですよ、最初の頃2万あ何キロぐらいでお持ちになったかな最初、うん、ちゃんとオイル交換してたら大丈夫なんですかね、多分、うん、オイル壊れないですもん、だってでもこの水冷エンジンってクランクベアリングダメになるとよくは見ますよね、うん、ガラ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 ってね、うん、クレアスクーピーとか、あと何でしたっけ、水冷の、まあ、ディオもそうですよね、水冷のディオありましたよね、そのあたりね、よっぽどトゥデイの方が丈夫じゃねえかなんてよく言ってましたよ、これ、うん、これ確か日本製ですもんね、これは本当の意味での日本製なんじゃないですか、違うのかな、この頃はねまだね、うん、まあ部品、まあ多少はもしかしたら海外製の部品使ってるでしょうけど、まあ基本的にはまあこれ日本製かなっていうあれですよね、だってここアルミなんですよ、フレームの一部がアルミ、すごいですよ、これはよく売れましたよね、うん、売れた、素晴らしい、であと1台後ろにねあるのが戦うフォースト、KLX でしたっけ、 KLX250 だから KLX ってツインカムエンジンなんですよね、キックなんですよ、セルついてない、うん、セルついてない、キックだけなので、要はコンデンサーですよ、バッテリーついてない、うん、だから軽量化のためだと思うんですけどね、でもこれグリップヒーターついてるんですよね、これ交流でつけるんですかね、グリップヒーターね、交流用ですかね、まああるんですよ交流用のやつもね、昔のリードとかねついてます、あの専用のそのコイルが入ってますよね確かね、そのそれ用のねグリップヒーター用の確かね、で接続だけしてオプションでそれ接続だけすれば一応回転上げればあったかくなるっていうね、これどうなんですかね、今日今の押し歩きもこっちにしまおうとしたら、あれこれグリップヒーターついてんな、これつくのかなと思いましたね、うん、なるほどかね、うん、まあ、まあそれはいいんですけど、戦うフォーストね、でこの状態じゃ戦えないと、えそういうのはいらない戦えないと言ってないですよ、お客さんは言ってないですけど、あの私が聞いたね、お客様があのいやここどあのちょっとこれこうなんでね、オイルが持っちゃってるんでっていうね話で、あ分かりました、じゃあこれ交換ですねってね、でそれを聞いた時に私はこう聞こえたんですよ、これじゃ戦えない、この状態じゃ戦えないぞ、そうツースト勢では俺は負けたくないんだっていうね、あのこのバイクからの、メッセージを私は今その時聞き取ったんですよ、ね、だからこれは変えた方がいいな、でちょっといろいろね、うん、であここもあれですねっていう、でクラッチがなんかおかしかったんで、あクラッチこれおかしいですね、うん、でまあそんなようなねことでいろいろ部品をちょっと交換させていただく感じになりましたけどね、はい、戦うフォースト、ね、川崎さん面白いですよね、あの紫フレームが紫色っていうね、変わってますよね、あれね KSR とかもああいう色あったと思うんですけど、紫色でライムグリーンっていうんですか外装ね、で黄色もうすごいですね、派手ですよね、まあ、オフ車で大抵派手ですけどね、でシートとかもこれ多分張り替えて黒で張り替えてるんじゃないかと思うんですが、シートとかもカラフルですよねオフ車ってね、ただ明るめの色だとすぐ汚くなっちゃうじゃないですか、それがねで汚れ落ちなかったしね、それがちょっと嫌ですけどね、うん、そうかツインカムエンジンですね、戦うフォースとね、これ水冷ですか、水冷ですよねこのエンジンはね、水冷だ、すごいですね、
お、なんか来たみたいですね、はい、YP125SP のレバーが来ました、はい、左右セットで1000何歩、あ、まあもちろんナイゾンさんですよ、当たり前ですよね、はい、さあところですね、ちょっと最後に、あでね、うちの店長、まあ、犬なんですけど、皆さんがですねいろいろおやつをね買ってきていただいて本当にありがとうございます、はい、だからおやつには全然困らないそういろんなね、はい、で今日もね何が好みかわからない、いやそんな好みなんかないと思いますよ、何でも食べちゃいますからね、はい、買ってきていただきましてね誠にありがとうございます、で私にもなんかちょっと飲み物をね、はい、なんか疲れてるみたいなんですいませんあれですね、あれがありました、やっぱり6台ぐらい連一度に6台 TS186 台納車整備して、でバッて出てね、納車終わって、その時にはなんとなく脱力感がありましたね、はい、なんかあ終わったなっていう、はい、少しこう燃え尽き症候群じゃないですけど一瞬ね、そんな感じがありましたかね、まあそれでもほらずっとねまた常にあればねあれなんですけど、でもまあ一瞬ねちょっと間が空いたんで気持ちね、そんなのありましたけどね、はい、お気遣いありがとうございます、無事にもう十分あれですもんね、あれでしょうけど、いかがですかね、もう無事にお帰りになられたかと思うんですけどね、はい、であとですね、ついこの間ね、そのまあちょっと整備にね、まあ修理、結局修理っていう感じになってますけど、でちょっと雑誌をいただいたんですよ、海外のね、うん、で、旅行が趣味なんですよっておっしゃっててね、でよく旅行に行かれるみたいなんですけど、ちょっと今年はねもうほらコロナのあれで全然もう行けなくなっちゃったんでって、でまあバイクでねちょっとどっかっていうような話でね、でなんか前にちょっと購入されたね、うん、雑誌よかったらって言っていただいたんですけど、オーストラリアのね雑誌なんですけど、オールドバイクっていう雑誌、いいですね、これはこのね日本でもあるじゃないですか、オールドタイマーとか、あれは車かわかります、ほらこれ CB350 ね、ホンダ CB350 ミドルウェイトチャンピオンって書いてますそう、日本だとこれはエクスポートカラーの次ですかね、ね、こうツートンの下が白いやつあるじゃないですか、あれの次ですかね、うん、350で、ここにはねほらビモータの定時プラモデルもありましたこれね、いいです、ハブステアリングですね、そしてなんと SRX6600 スーパーシングルで、いやいや、あ、まあオールドバイクって書いてあるからねあれですけど、いや相当昔の、いや昔の雑誌じゃないのなんてね、1980年ぐらいの雑誌じゃないのなんてね、ある違う意味で、だって一番開いたらいきなり GT38 でしょ、肩なんでしょ、これ RC30 でしょ、えって思いますよねこれね面白いんですよ、でもね今のこれが今の雑誌だということを証明するものがあります、広告刀ね、はい、原稿型刀で日本家屋でね、裏が鈴木さんやってますよね、え刀日本の誇りですね、これはね、でね、こういろいろ見てて面白いんですよ、うん、全部英語だから読めないんですけど、私英語よくわからないんですけど、ビモータの定時とかはまあねご存知ですよね皆さんね、はい、ハブステアリングのね、でメーターがね、このいかにもこう昔のデジタルメーターね、はい、これでしたよね、はい、これを見るとあれみたい、まあでもそこまでいかないかな、ゲームウォッチとかね、そこまで低く、そこまでじゃないですか、そこまでは言ってないか、まあまあ似たようなもんですよ、うん、あと SRX すごいなんかこんな風になっちゃってますよ、ザックスマダスみたいになってますよ、ヘッドライトが、ね、SRX キックね、で私はねこれを見た時にね、これをねずっとちょっとチラチラパ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 ラじゃないですよ、パラパラ見てたらふと思ったのはね、まあ、CB350 の記事もねあって、うん、いいんですけど、広告これ知ってます？モーターサイクル闇屋、これ日本ですよね、亀島中村名古屋って書いてますか、愛知ジャパンって書いてあるから住所
すごいですね。海外の雑誌に広告載せてるんですよ。いやーすごいわ。でもね、私このね CB7 半見た時ね、このキャストなんか Z 一緒 Z かなって一瞬思った。パッと見一瞬え Z、 あーでもホンダだよな。うん、 CB7 半ね、すごいですね。 www.yamiya7han.com ですよ。すごいですよこれ。こういう広告、海外の雑誌に広告載せる、日本のねあれがバイクのパーツ屋さんっていうかバイク屋さんね載せるっていうのはあんまり、うん、ワールドワイドでね、やっぱりこうね他に向けて売るっていうね。でね、私あのお世話になってる、たまに、まあ、昔よくお世話になった、これ知ってます、このこれ知ってます、これ私ね、このキーこれのねキーホルダーね何個持ってるかな、入れてくれるんですよたまに買うと。うん、キーホルダーねこれね入れてくれるんですよ。だから結構持ってるんですよね、色違い、服が色違い、青とか、うん、なんか他の色のあるんですよ。で見てくださいよこれ、旧車、日本のメーカーの旧車のパーツストックしてる、で売ってるんですよ、パーツカタログ見られますよ。でないも下手す、ま、場合によっては作ってるんで、こうやってこんな風に管理してるみたいです。でここの車両がすごい、これわかりますよね、これは S8 クーペですかね。でビートがあるでしょ、でこの次何これ、え、これなんだろう、ピアッツァかな、ピアッツァっぽいんですけど、違うかな。それで、これは CRX デルソルか。で、これ BM だから違う、フェラーリ。あ、まあ、これゴルフかな、なんだろう。で、こっちバイクずっとありますけどね、すごいですね。これね、うん、こんな大きい会社、オランダですよね、ここね。うん、オランダの会社で、すごいですよ、日本の、ほら、旧車、こんなにいっぱい写真、あの、ちらっと写ってますけど、ほら。これ AT1 ですかね ?DT1 かな、どっちだろう、で、4フォアですよね。すごい。ワールドワイドです。オーストラリアね。日本の雑誌に、だって、あんまり他の国の会社の広告って載ってないですよね。まあ、絶対ないとは言わないけど、あんまり、オントップオブザワールド、オールドバイク、アウティンアパウト、エバーシンス、なんとかなんとかって書いてある。すごいな。で、ずっと、まあ、ページいっぱい書いてますよ。ほら、こっちも。ほら、ホンダこれ。T360 でしたっけ?ホンダのね。なんだこれ。ちょっと、日本の宝が、まあに、素晴らしいですよね。だから、これぐらい愛されてるってことじゃないですか。ねえ。ね、誇りですよね、うん、ね。日本の誇り。でね、あの、この、その会社の、CR、なんて言いますかね。CMS。CMSNL。ね。CMS。だいたい CMS。あ、でもね、ウェビックでもね、ウィーバイクさん。ウィーバイクさんでも、この CMS のあれが載ってる、パーツ売ってるんですよ。不思議なもんでね。うん。面白いもんですけど。でもね、最後に CMS さん、ちゃんと載せ、裏表紙に、あの、広告載せてる。オランダの会社ですからね、これ。オランダですよ。オーストラリアの雑誌ですからね。ちょっと、この辺隠した方がいい。大丈夫。あ、これは大丈夫。あ、全然見えてる。こんな感じでね。はい。これね、これね、キャラが。CMS さん、こんなキャラ、あれなんですね。宣伝なんですね。ヤマハですよ、これ。これ何ですか、ね、すごいですね、はい、こんな感じでね、ほらここに書いてあるんですよ、ホンダ、スズキ、ヤマハ、ちょっと待ってください、順番が違うような気がする、ホンダ、スズキ、ヤマハやってますか、世界に行くとホンダ、スズキ、ヤマハなんですか、ホンダ、スズキ、ヤマハ、川崎、そっから先がすごいです、竹川、キタコ、Gクラフト、オーバーレーシング、デイトナーで、ベスパ、モトグッチ、アプリリア、デルビーって書いてある、竹川。竹川とか北子とか G クラフトっていうのはこういうすごい世界でも有名なメーカーなんですよ。ね、はい。まあ、そんな感じですね。私はこれ見ながら、あ、なんだこれ知ってるっていうのがね、いろいろ出てきて、うん。あとは英語がね、分かったらもっと面白いですね。うん、ね。読めたらいいですよね。うん、そう。英語力。あ、これで勉強すればいいですね。でも専門用語ばっかり。覚えることになりますね。はい。まあでもこれはね、勉強がてらね。でもあの知ってる単語は結構やっぱあるじゃないですか。カタカナ英語になってるのがね。うん。だからまあ結構ね、はい、あれなんですけど。うん、さあ、こんな感じで、いただきまして誠にありがとうございました。はい。随時やらせていただきますので、はい。ちょっともう少々お待ちいただいてですね、はい。楽しみにお待ちいただければと思います。はい。ということで、外はなんか風がヒューヒュー吹いて枯れ葉が舞っている
感じの音がいたしますが、はい、また新しい1週間ね、始まりましたけども、皆さんあと少しで年末終わり、年末ですからね、はい、休みはどうされますか。どっかに行けないですよね。GoTo が流行ってるじゃないかって、あれはどうなんですかっていう話してもしょうがないんですけどね、はい、多分うちはどこも、まあ、どこ行くとしても、なんか海を見に行こうかとかね、行ってそのまま帰ってくる、そんな感じですかね。うん、あ、富士山見に行くのもいいかもしれない。人がいないところに行って見てそれで帰ってくる、うん、ですかね。うん、そんな感じになるんじゃないかと思います。はい、そんな感じでね、店長のチャンネル、今日もここまでお付き合いいただいた皆様誠にありがとうございました。またよろしくお願いいたします。失礼します。